ゴシゴシ。どうも皆さん、コンキキ、今日もアニメレビューの時間だよ。リュウさん、緊急事態や。え、どうしたの？コンビニに肉まんがもう売っとるにゃ。はや。びっくりや、思わず買ってしもうたもん。でも、肉まんって、確かに夏はいらないよね。やっぱり冬やな。あ、でもリュウさんは横浜やろ？中華街とか、美味しい肉まん屋さんあるやん。ないよ。え、ない。いや中華街やろ。普通に美味しい肉まんとかはあるけど、別に普通、551とかの方が美味しい。いや、551は大阪や。え、中華街ってそんな感じなん？最近は食べ放題とかが流行ってるみたいだね。高いか安いかだよ。極端やな。まあ、あそこは観光地だよ。地元民だからこそ知る事実。そんなわけで、今日のレビューはこちら。マーズレットだよ。ん？なんか渋そうなアニメやな。この作品、先に簡単にあらすじを紹介すると、舞台は大正時代なんだ。ほ。時代考証をしっかりしたことを冒頭でも視聴者に伝えてて、背景や雰囲気は確かに大正時代の雰囲気に溢れてる。そんな大正時代に吸血鬼が存在するんだ。吸血鬼、ヴァンパイアですか？うん。太陽の下では生きられない彼らは時折人間を襲う。そんな吸血鬼を時には討伐し、時には保護する日本軍の部隊が存在するんだ。日本軍の正式なんか。彼らは刀で吸血鬼と日夜戦い続けてる。ん？なんか、あれ。どうなんやろ、これ言っていいんかな。大正時代、吸血鬼という鬼、そして刀、まあ、否が、追うでも鬼滅の刃を想像しちゃうよね。せやな、それだけ聞いちゃうと、国公認の鬼殺隊というか。この作品には、原作があって舞台なんだ。それも朗読劇なんだ。おう、なんかめっちゃ特殊な原作やな。アニメや漫画が舞台になるっていうのは、珍しくないけど、舞台がアニメになるってのは、かなり珍しいパターンだね。原作は、2013年が初舞台。鬼滅の刃の連載前の作品なんやな。まあ、吸血鬼とか刀とか大正時代とか、よくある設定やしな。そこで、鬼滅の刃出したら、あかんのかもしれへん。うん。でも、制作側というか、この作品をアニメ化するって決めた大人的には、鬼滅の刃ブームに乗っかろうとしてる部分はあるんだろうね。まあ、そうかもしれへんな。しかも、この作品は、読売テレビエンタープライズ設立50年記念プロジェクトの一環として作られてるんだ。えらいご大層なご名目やな。まあ、こういうなんとか記念みたいなのは特に意味がないし、滑る作品も多いんだけどね。くさ。この作品、鬼滅の刃と似てる部分はあるんだけど、作品としては真逆と言ってもいいんだ。真逆。まずストーリーが分かりづらい。ああ、鬼滅の刃はドストレートなストーリーやからな。うん。1話から、すごくセリフ量が多い上に、専門用語も使いまくる。その言葉が何を意味しているのかも分からず、まだ出てきてもいない登場人物の名前を言うもんだから余計に分かりづらい。原作が朗読劇やからこそのセリフ量の多さってところですか。多分そうなんだろうね。全部言葉で説明してる感じが強いんだ。一応主人公的なポジションとして彼前田がいるんだけど、基本的には群像劇なんだ。ほう。どんどんとキャラクターが出てくるんだよね。ソーシャルゲームにもなる予定なんだけど、ソシャゲ原作アニメほどじゃないけど、キャラデザが似てるキャラもいて、声でキャラを認識しちゃうんだよね。声？うん。声優陣はベテランばかりなんだ。諏訪部純一、山寺宏一、沢城みゆき、石田明、鈴村健一、畑中佑、ウェトセトラ。おお、すごい豪華やな。ただ、そこにかなり頼ってる。え？作品全体として、キャラ描写が薄いんだよね。声優さんの声と演技のおかげで、キャラの印象がついてる感じが強いんだ。ああ、なるほど。なんかそのあたりも、原作が朗読劇であるがゆえにって感じなのかもしれへんな。ストーリー的にはわかりやすいんだ。ヴァンパイアが存在する大正時代、そんなヴァンパイアを、正規の日本軍が倒す。わかりやすいな。日本軍は、日本軍でもヴァンパイアを倒すのは特別な部隊なんだ。ほ。彼らは元人間の吸血鬼なんだ。吸血鬼に噛まれたり、血液が体内に入っても死なずに生き残った人間。だけど吸血鬼になってしまった。なるほど。目には目を、吸血鬼には吸血鬼をってことですか。うん。彼らは血を飲みながら、同族とも言える吸血鬼を倒したり、保護したりしてるんだ。なんやろ。普通やな。どっかで見たことのある設定って感じが強いわ。そうなんだよね。1話1話の話自体もありきたりなんだよ。吸血鬼は永遠の命を持ってるんだけど、戸籍のある時代だから人間の中にひっそりと隠れて生きるのも難しくて、太陽の下には行けないからこそ影に隠れて生きている。なんかそう聞くとかわいそうやな。でも彼らは時折衝動を抑えきれなかったり、自分の生活を守るためにも人を襲う。まあ人間の中にも人間を襲うやつもいるわけやし、吸血鬼だから必ず悪者って感じでもないんか。うん。1話1話いろいろな吸血鬼が出てきて、彼らの話が描かれるけど地味なんだよね。ひたすらに地味。
派手さはないんか。戦闘シーンも多いんだけど、アニメーションとしての面白みは薄い。吸血鬼が瞬間移動みたいな高速移動できるって設定があるんだけど、そのせいで姿すらろくに描かれないような戦闘シーンも多くて、刀も使ってはいるんだけど、そこに見応えがあるわけでもない。鬼滅の刃は戦闘シーン面白かったし派手やったもんな。確かになんかいろいろと逆やな。大人向けって雰囲気もあるし、軍の中でもごたごたがいろいろあって、お偉いさん方が吸血鬼の部隊をどうするのかとかいろいろと揉めてたりもするんだけど、その話が別に面白いわけでもない。なんやろ、特別ものすごいつまらないわけでもないし、面白いわけでもないっていう、なんとも微妙なラインのお話っぽいな。うん、例えば吸血鬼になってしまって死亡扱いになってる軍人がお盆の時期に霊と偽って妻の前に姿を現したりとか、そういう感じ。なるほど、いいお話だなって思える人もいると思うんだけど、別に涙を流すような話でもない。作画の雰囲気、声優さんの演技があるからこそいいお話っていう雰囲気が生まれてるだけで、話としてはパッとしない話が続いちゃうんだ。ただ6話あたりまで見ると、この作品でやりたいことが分かってくるんだ。ずっと追っていた吸血鬼に血を流していたものの正体、吸血鬼だけの舞台の正体とか物語の謎が6話くらいで一気に明らかになる。中盤まで見ると話の面白さが見えてくるって感じなんか。主人公的なポジションにいる前田は選択を迫られるんだ。選択、命の恩人である上官の命令に従って自分自身も吸血鬼になるのか、それとも人間のままでいるのか。おお、なるほど、ちょっと面白くなってきた感じや。この作品は中盤まで永遠の命を持つ吸血鬼の悲哀を描いてる作品なんだ。悲哀、彼らは太陽の下にも出れず追われる存在。確かに不老不死ではあるんだけれども、永遠の命を持つからこそ永遠の時を生きる辛さがある。なるほど、血を吸ってはいるんやけど生きるためには仕方ないことやし、追われ続ける存在で、それが死ぬ時までずっと続くんやもんな。あるものは愛に生き、あるものは仲間を守るために死ぬ。永遠の命を持つ彼らが自分の命をどう使うのか、死生観って言った方が分かりやすいかもしれないね。深いテーマやな。うん、それが6話くらいまで見てくると分かってくるんだ。軍と吸血鬼によって意図的にどんどんと増え続ける吸血鬼、彼らはどう生きどう死んでいくのか。おだけど8話からまた地味になっちゃうんだよ。ええ、主人公的なポジションである前田が失踪状態で、代わりに彼の部下であるクルスが主人公的なポジションになるんだ。なるほど、彼は最強のヴァンパイアなんだけど、まだ新米なんだ。新米のヴァンパイア、まだ吸血鬼になりきれてない人の心を持った吸血鬼。そんな彼が信頼していた上司の失踪、仲間の死、関東大震災で混乱する日本の中でどう生きるのか。おお、なんか面白そうな感じはあるんやけどな。うん、淡々と地味ではあるんだけど、クルスの成長と変化が描かれてるんだ。ただ一応群像劇であるがゆえに、そんなクルスの物語とは別のキャラの物語も同時に描かれているせいで、視点とキャラへの感情移入が分散しちゃう感じなんだよね。なるほど、吸血鬼同士の争いとか軍の上層部のゴタゴタとか、300年生きてる吸血鬼とか、いろいろと描かれるんだけど、キャラ描写が浅いせいでそのキャラへの思い入れもないままに死んじゃうような、キャラとか死んではいないけど物語から退場するようなキャラもいる。それぞれの死生観があるからこそなんやろうけどな。うん、これ調べたらさ、7話あたりからはアニオリストーリーみたいなんだ。え、そうなん。原作朗読劇にはいなかったオリキャラも結構いるみたいで、確かに後半からのストーリーはやや雑さを感じる部分も多いんだ。ああ、ソーシャルゲームにするためにもキャラ増やしたんやろうな。うん、そういう大人の事情もすごく感じる。決してストーリー自体は悪くないんだ。婚約者が吸血鬼になった前では自分自身も吸血鬼になりつつ、最後は人間の心を持ちつつも吸血鬼として戦うことを決めたクルスに倒されて、前田自身の心が救われて死後にようやく婚約者と結ばれる。確かにそう聞くと悪くない話やな。最後の戦闘シーンの描写も悪くないし、印象に残るシーンもあるんだけど、でも作品全体のストーリーの練り込みとキャラクター描写の甘さと地味さが足を引っ張ってた印象なんだ。なんやろうな、決してつまらないってわけでもないんやけど、面白いっていうわけでもないっていう、すごく微妙な評価のやつやな。一言で言えばパッとしないんだよね。描きたいことはわかるんだけど、結局何がしたかったんだみたいな、あのキャラはどうなったんだろうみたいなキャラもちらほらいるんだよね。モヤモヤするな。雰囲気はいいんだ、ただ言い換えると雰囲気だけ、キャラ描写に声優さんの演技に頼りすぎてる部分もあって、アニメとしてじゃなく言葉で説明しちゃってるシーンも多い。原作が朗読劇ですってのがアニメでも伝わっちゃう感じやな。うん、朗読劇をうまくアニメにしきれなかったっていう印象がある。質アニメになれなかった雰囲気アニメって感じ。なんやろうな、
題材自体は悪くあらへんし、雰囲気もええのに、もったいない感じがある作品やな。読売テレビエンタープライズ設立50年記念プロジェクトっていう名目の割に張って感じだね。その名目やと鬼滅の刃クラスを狙ってる感じあるもんな。うん、なんか見事に鬼滅の刃と逆を行く作品だったよ。ほなまた次回。じゃん。